さ、ウチャリアのレコメンプライベそして二曲目に入っている風と花は長塚さんが作詞されているそうですね。はいはい、作詞させていただきました。ねね、これ初？初めての作詞なんですよ。ええーはい。ちょっとこれ CD いただいて、はい、開けていいですか？あ、ぜひぜひ開けてください。開封されている。ス <laughs> るッと。 ねそうちょっと見ながらでもなんか歌詞がなこれどうえちょっと一瞬えこれどういうって思う言葉がちょこちょこ入ってられたんですね。というか前作が夜だったので今回はちょっと朝っぽい楽曲を作ろうっていうのとリリース日が11月9日なのでそれに合わせてちょっと秋と冬の間っぽい楽曲を作りたいっていうのと。 あとなんかまあ希望でも絶望でもない曲を作りたいなみたいなのがあってあとは聴いてる方にあの答えを任せられるような曲にしたいなとは思ってるなしたなほどちょっと気になる言葉がたくさん入ってますね秋と冬の間だったり、うん、あとそのねぼんやりとなんかこの朝もやじゃないけど<ー>なんかすごいその感じありますね空、うんね、気感が。うん 白っぽさとか、はい、そういったものは<敵>あので表現したいなと思ってて作詞される時はご自身の体験とかを結構投影されるんですか、うん、そうですすかそうねこの「カセット花」に関しては僕の幼少期の思い出だったりとあと今の現在の世界の感じとかを、うん、織り交ぜながら書いてますね。はい 幼少期何があったんですか幼少期僕結構体が弱くってかなり入院してたんですけどその時に何か友達が風と花になりたいみたいなことを言ってそううでその子は今どうなってるか分かんないんですけどその一言がすごい僕の中であってそこからちょっと死生観を考えながら交えつつ今の情勢とかを死に込めさせていただいたって感じですかね。 あの鍵括弧の、はい、ね、普通に生きればってところもすぐ考えさせられる一言ですよね。うん、そうですね。うん。ええ。へ<ー>それも実際言われた言葉だったりするす。あ、そうなんですね。うんはい、なるほど。聞けば聞くほど。うんうん、すみません。何があったんですかみたいに普通に聞いちゃって、ね、<laughs> うん。だから、こういうものが出せるんだ。そうですね。はい 宇治田リオの「レコメンフライデー」。